さあ行くぜ、雷雨じゃないけど大電クリパー来い、レディーゴー。なんで来てんのお前って。はい、皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラ2パート20やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回はスケルトントラップを作った。トライデント機能を使うと経験値と弓オフにすると骨と矢が大量に集まる便利なトラップができました。ってことで今回はですね、雷雨がなくても大電クリッパーを作る方法ということでですね、今回は雷雨が来なくても雷をね落として、てかめっちゃ狙われてる、ウリを戦ってて、俺オープニングやってるから雷雨がね来てなくても雷を落として大電クリーパーを作る方法というものがねあったのでね、紹介していきたいと思います。ちょっと口内炎が痛くてね、ずっと口が回んないんだけどそれでは早速いきましょう。ということでですね、早速ですけども、説明するとね、この飛雷神が、あれ痛い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 な、あいつで、本来であればこれ普通のね雨の時ってこのチャネリング、これを使ってもね雷はね落ちないんですけど、よいしょ、ほらね、雷落ちないでしょ。普通の雨でもこのチャネリングのついたねトライデントを使って飛雷神にね攻撃するとなんと雷が落ちるということでやっていきたいと思います。なんで一回ちょっとウリボー、そのウリーパーを、ウリーパーじゃない、クリーパーを、こっちクリーパー、なんでこのクリーパーをちょっとこの中入れて、何やってんの、落ちて、よいしょ。でそしたらあれに向かって投げる、いくよ、見てて、せーの、ほら今ね、ただの雨だからね、雷雨じゃないの。僕これ知らなかったんですけど、すごいよね、なんかね雷雨とかなくても雷落とせるんだっていう。だから普通のねモンスターの頭作るのが結構簡単になるっていう。よいしょ、さあそのスケルトンもこっち来い、入った、オッケー。これで今ねその中にスケルトンとゾンビが入ってます。あとクリーパーを入れて爆破させればモンスターの頭がね3個同時にゲットできるはずなんで、ちょっとなんとかクリーパーを沸かせたい。ウリボーなんとかクリーパーを沸かして。あーそうだね、わかりました。そっか、俺が離れすぎるとちょっとデスポーンしちゃうんで、最悪夜明けが来たら僕が近づいて普通に大電クリーパー爆破させて頭ゲットしますんで。あ、いた、来た、出た出た出た、出ました、クリーパーこっちおいで、よし準備できました。これで今ね中にねゾンビ、スケルトン、クリーパーがいます。そして大電が1匹、さあ行くぜ、雷雨じゃないけど大電クリーパー来い、レディーゴー。なんで来てんのお前って、ちょっと、うん、うらうら、なんて、痛い、なんだあいつ、うら、なんだあいつ、大電クリーパーの爆発食らっても生きてるやつがいた。ほら見てください、クリーパーの頭とゾンビの頭ゲットできた、やったー。おさらいすると今これねただのね雨なんだけど、この状態でね飛雷神に向かって投げると、はい、雷が落ちます。うおうおう、いやびっくりした、鼻が出てるクリーパー現れた。じゃね、ウリーパー取ったね、シューじゃないんだよ、シューじゃない、危ない危ない、トライデント返してください、ありがとうございます、どうも。口から離れてんだよなこいつ。はい、ということでですね、この飛雷神に向かってチャネリングのついたトライデントで攻撃、まあ投げると雷が落ちるという、まあ今ね晴れちゃったんだけど、ということがね分かりまして、もしね大電クリーパーを作りたいって人は、雨って普通にね雷雨よりも来る確率高いから全然ね普通に来ると思うんですけどいやね顔どんどん変わってくな、うーじゃないんで、うーじゃない、豚ゾンビ、ピッグマンで、ピッグマン、本当に大電クリーパー作りたいけどね雷雨が来ないって人は、雨の日この飛雷神を作ってこのトライデントのねチャネリング、これをね用意すれば雨の時でも雷が落とせるというね感じになりますので、やってみてください。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたと思います。めちゃくちゃ早いって感じになってますけども、もう今回ですねこれをねどうしてもね紹介したかったんでやってみました。よかったらチャンネル登録評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。